皆さんこんにちは、サニージャーニーのみずきです。本日はユニクロの購入品紹介。見てください、ドーン、すごくないですか、このボリューム。もう福袋かってぐらいなんですけれども、ちょっと前にね、久しぶりにユニクロでお買い物をしてきて、もうね、可愛いものたくさんありすぎて、もうどうしようと思った結果、6点購入してきました。で、おそらくこの動画が出ている頃には今年最後のユニクロ感謝祭が始まっている頃だと思いますので、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。それではまず1点目、こちらです。今着ているこのトップスです。こちらの商品はエクストラファインメリノリブタートルネックセーター長袖という商品です。サイズなんですけど、私は身長160センチでサイズは M サイズを購入しました。この下に合わせているのは、もともと持っていた、ユニクロのタックワイドパンツ、ホワイトです。に合わせてみました。こんな感じです。もともと重ね着用にボーダーの薄手のトップスが欲しいなと思っていたので、で、ちょうどこれだっていうものがあったので購入してみました。かわいいですよね。1枚できてもかわいい。でこちらの素材がウール 100% になっております。でウール 100% だと結構チクチクするのかなと思うんですけど、私は割と乾燥肌で顔も敏感肌寄りなんですけど、今のところはね、全然気になっていません。で商品名にエクストラファインメリノリブタートルネックセーターと書いてあるので、ウールなんですけど、すごくね、細い繊維で作られてるみたいです。 19.5 マイクロンの極細繊維によって柔らかさと高い保湿性を実現しましたと書いてますね。ウールって30ミクロン以上の太さの繊維だと、ちょっとゴワゴワする、チクチクするしやすいっていう風にネットで見たことがあります。なので 19.5 マイクロンだと割とウールだけどしっとりと着られるんじゃないかなと思います。下はね、インナーはキャミソールなんですけど、この腕ら辺は直接布に当たっていますが、チクチクして気になるなということはないです。近くで見るとリブなので、こんな感じですね。伸ばすと結構伸縮性があります。で、透け感は全然ないと思います。中のインナーがこう色が透けて響くよっていうこともないんじゃないかなと思います。着丈は出してみるとこんな感じです。結構長めかな。リブだし、ちょっと細身に作られてるので、割と体のラインは拾いやすいかなと思います。ぴったりフィットする感じなので、それがスタイリッシュかなとも思うんですけど、でこの体のライン拾うのがちょっと気になるよっていう方は、ベストとかジレとか、あとワンピースとか重ね着してインナーにしちゃってもいいと思います。私はそれ用に買ってるので、ちょっとね、ベストを着てみたいと思います。はい、こんな感じです。どうでしょうか。可愛いですよね。白いベストを羽織ってるんですけど、引きで見るとこんな感じ。ちょっと下もホワイトなので、下はちょっと色変えたりしてもいいかなと思うんですけど、上半身だけ見るとこんな感じです。可愛い。こうやって上に重ね着しちゃえば全然体のラインもわからないので、下がど、ね、いっぱいご飯食べて、美味しいもの食べて、下がどうなってようと関係ないっていう感じなんですけど、はい、こんな感じです。で、本当はこの首のタートルネック、これぐらい高さがあるものなんですけど、私がこう首の詰まったものそんなにもともと得意ではないので、2回折って紹介しちゃってましたこんな感じで、私個人的にはこのもうちょっと短めの方がしっくりくるので、2回折ってちょっとね、使ってみようかなと思います。ただこのタートルが高いのが得意な方は、しっかりこの元々のデザインの高さでこう使ってもいいんじゃないかなと思うし、あったかいと思います。2着目はこちら、アーガイルチェック柄のグレーのニットを購入しました。それでは早速着てみます。はい、こんな感じです。可愛いですよね。グレーと白の組み合わせなので、結構爽やかに着られるかなと思います。ちなみにボトムスはさっきと同じで、ユニクロのタックワイドパンツです。こちらの商品がプレミアムラムクルーネックセーター長袖という商品です。サイズは私は160センチなんですけど、 L サイズを購入しました。 M サイズでも全然着れたんですけど、ちょっとね、中に私すごい冬場ヒートテックの極暖着たりとか、まあ、寒すぎて重ね着することが多いので、中にちょっとインナーを着れたりとか、あとはシャツを重ね着したりしたいなと思ったので、一つ大きめの L サイズを購入しました。もともとね、そんなにこうオーバーサイズではないので、特にこの着丈とかはこうお尻が隠れるほどではなく、お尻の半分ぐらい隠れるかなっていう感じの着丈になってます。M サイズだともうちょっと短くなるのかな。こちらも素材は 100% ウールです。
ただ、さっきと同じように 19.5 マイクロンの極細繊維で作られてますよっていうふうに書いてるので、 100% ウールなんですけど、ゴワゴワ感は少ないと思います。さっきのリブタートルよりは、まあ、ちょっと若干ゴワッとするかなと思います。気になる方はインナーとなんかこう重ね着するのがいいんじゃないかなと思います。私は気にならずに着れます。で、袖丈はこれぐらいですね。伸ばすと手のひらが半分ぐらい隠れるぐらいかな。で、近くで見るとこんな感じで、薄いグレーと濃いグレーが合わさった糸で編まれています。で、袖だけちょっとリブになってます。で、このニットのいいなと思うところは、このね、上半身は割とこのなんていうのかな、ストンと落ちるボックス型で、体のラインは拾わないし、腕もここがねタプッとしてるんですよ。結構この袖はリブでキュッと締まってるけど、この辺がタポッとしてるので、本当にねいい感じに体型を拾わずに着れるんじゃないかなと思います。いいですよね。アーガイル柄なので、こう季節感も出て冬だなっていう感じのね、可愛い柄なので、とっても気分が上がります。で、ちょっとボトムスを変えてみたいと思います。はい、ボトムスを変えてみました。チノパンを履いてみました。このグレーとベージュの合わせも可愛いかなと思って、ちなみに前だけインしてます。後ろは出てるので、こんな感じの丈感になってます。どうでしょうか。ちょっとほっこりしますよね。さっきの白のタッコワイドパンツだと、どっちかというときれいめに着れるかなと思うんですけど、ただこのチノパンにするともうちょっとカジュアルな印象で着れるんじゃないかなと思います。かわいい。3着目はこちらです。グリーンのカーディガンを購入しました。それでは着てみます。はい、こんな感じです。ちょっとね、インナーとボトムスも変えてみました。かわいい。こちらの商品はスフレヤンショートカーディガン長袖という商品です。で、ショートカーディガンなので、この着丈がちょっと短いです。私の場合は、お尻がギリ隠れないぐらいです。で、色味はですね、ちょっとライトの関係とかもあるんですけど、近くで見るとこんな感じで、グリーンの中でも濃いグリーンと黄緑っぽいグリーンの糸が合わさった、ちょっとよく見るとマーブルっぽい色です。遠目から見ると綺麗なね、芝生色みたいな、なんかね、こう天気のいい日に広い公園、丘のある公園に行って、その丘になんか羊とかが増え、なんか羊とかがいそうな感じの天気のいい日の芝生の丘の色をしています。伝わるかな。こちらの商品、素材がアクリル 60%、 ナイロン 30%、ウール 8%、 ポリウレタン 2% になっております。で、ウールが 8% なので、まあ、ゼロではないので、もしかすると敏感な方は気になるかもしれないんですけど、私個人的にはこのユニクロのスフレヤーンのシリーズすごいもちもちでとっても気に入ってます。着心地がいいです。ただこのアクリル 60% なので、もしかするとちょっと乾燥してる時期だとちょっと静電気が起きやすかったりするかもしれないんですけど、今のところは気になってないです。インナーはユニクロのクルニック T シャツで、下はインディゴの濃いめのボトムスデニムを履いてます。こんな感じで合わせるのも可愛いかなと思います。遠目から見るとこんな感じです。はい、こんな感じの着丈です。ちょっとボトムスを変えてみますね。はい、下をスカートに変えてみました。さっきのデニム合わせだと結構カジュアルに着れるかなと思うんですけど、下をスカートに変えてみると若干こう可愛めというか綺麗めにも着れる商品かなと思います。この着丈が短いので、割と上半身がスッキリ見えてルーズになりすぎない丈感かなと思います。ただこの袖の丈はしっかりあるので、あったかさもバッチリです。ちょっと萌え袖なんかまでできちゃったりなんかして、いかがでしょうか。寒いみたいな、ね、なんか T シャツだから寒いみたいな、多分本当の冬だと長袖で着たりとか、でそれこそタートルネック合わせてみるのもいいんじゃないかなと思うんですけど、このスカートの合わせも個人的には気に入ってます。マーメイドスカートいいですよね。はい、こんな感じです。4着目はこちらです。見えるかな、キルティングのスカートです。これ個人的には今回の購入品の中ですごいね、気に入ってます。ちょっと着てみたいと思います。はい、履いてみるとこんな感じです。はい、いかがでしょうか。可愛くないですか。こちらの商品は防風ウォームイージースカート
というものになります。お色はナチュラルです。そして身長160センチの私は M サイズを購入しました。ちなみに素材は全てポリエステル 100% です。このスカート何がいいって、防風仕様になってるのですごいね、あったかいんですよ。もうね、履いてるだけでこう守られてる安心感というか、あったかいです。ちなみにウエストはゴムではないので、こう巻きスカートみたいになってるので、ボタンをプチプチっと外したりつけたりして切るようになってます。ちなみにこのボタン全部外して広げると膝掛けになるそうです。便利でもね、このウエストゴムじゃないけど、ボタンの、ね、位置を調節できるので、ボタンをずらしてウエストのサイズ自体は多分結構変えれると思います。ちなみに端と端のボタンだけつけたらこれぐらいお腹に余裕があるので、まあ、中にちょっとね、あのスパッツ履いたりレギンス履いたり、アウトドアに行く時とかは中にこうまた別のボトムスパンツとか重ね着して、防寒用防風用だけにこう使うっていうのもありじゃないかなと思います。かくいう私も、まあ、バンライフしたりとかアウトドア好きなので、そういう時にあったかいねレギンスとかの履いて、その上に1枚巻くと結構ぬくぬく過ごせるんじゃないかなと思って、アウトドア使用目的で購入しました。で、これもう一つ気に入ってる点が、ポケットがねしっかりついてるんですよ、左右両方とも。そしてポケットの中がなんていうのか、ちょっとフリース素材っぽくなってるので、ポケットの中に手を入れてもあったかいです。ちなみにこのスカートの裏地もフリースっぽい感じの、なんていうのかな、裏起毛みたいな感じになってるので、表はシャカシャカしてても中はこうしっとりポカポカっていう感じで履けます。すごいね、気に入ってます。で、この合わせなんですけど、全部今回の購入品で合わせてみました。で、しかもこれ購入してから気がついたんですけど、このキルティングの防風スカートの商品ページに全く同じ合わせがありました。その写真ではこの前のボタンは開けてたんですけど、私個人的には閉めてる方がしっくりくるなと思ったので閉めてみましたが、本当にこうなんかマネキン買いじゃないですけど、上から下まで全部同じ商品を着てるモデルさんがいました。たまたまですが、なので嬉しくて今回そのコーディネートを真似してみました。可愛いですよね。はい。ちなみに私がもともと購入した時点で合わせたいなと思うトップスがあったので、ちょっとねそちらも着てみたいと思います。はい、それがこちらです。このオレンジのショート丈のフーディーと合わせたら可愛いんじゃないかなと思ってたんですが、やっぱり可愛いですね。いいな、ちょっと個人的にすごい気に入ってます。どうでしょうか。下はこのキルティングのちょっとボリュームのあるスカートなんですけど、上がショート丈なので割とバランスよく着られるかなと思って合わせてみました。どうでしょうか。可愛いですよね。丈感は160センチの私が着てこれぐらいです。見えるかな足、まあ、ブーツと合わせたりとか、あとはタイツとかこういう靴下と合わせて、トップスと色を合わせたりして、まあ、あえて靴下を見せるっていうのも可愛いかなと思ってます。これすごいお気に入りです。いいな、多分ねそのうち車中泊動画とかに出てくるんじゃないかなと思います。はい、5着目はこちらです。ハーフジップのニットです。かわいい、あったかい。こちらはメンズ商品なのかな、男女兼用の商品になってます。そして160センチの私は L サイズを購入しました。なので結構大きめです。袖はすっぽりお手手が隠れるし、着丈ももうお尻どころか太ももの途中ぐらいまである、しっかり長さのある丈感になってます。多分 L サイズなので浩平くんも着れるんじゃないかなと思うんですけど、はい、こちらもシャツとかヒートテックとかしっかり重ね着してポカポカにしてお出かけしたい日に着たいなと思って購入しました。またこの丈感もね、まあ、メンズ商品なので大きめではあるんですけど、なんていうのかな、あんまりこの肩が落ちてるところがこう悪目立ちしないというか、割と肩体にしっかり寄り添ってくれているので、そんなにこうゴワッとこう大きいオーバーサイズっていう感じになりすぎず、私個人的には着やすいなと思って購入しました。ちなみに素材はさっきのグリーンのカーデガンと同じで、アクリル 60%、 ナイロン 30%、 ウール 8%、 ポリウレタン 2% となってます。お色味はナチュラルです。はい、まずこれの気に入ってるところはハーフジップのデザインですね。ここまであります。ちょっと中キャミソールでインナーになっちゃうんですけど、こんな感じでここまで開きます。なのでしっかり開けたい方は中に何かこう見せるインナーを着たりとか、あとはシャツを重ね着したりで襟をちょっと見せたりっていうのも可愛いんじゃないかなと思います。で、上まで締めるとこんな感じです。
あまり詰まりすぎたタートルネックが苦手な私でもゆるっとこう余裕のある首ぐりになってます。で、高さ的にも首の半分ぐらいですね、ハーフネックぐらいな感じです。はい、このお洋服は、まあ、とにかくあったかくてもっちもち、本当さっきのカーディガンと同じでもっちもちなので着ててとっても着心地がいいです。一応ウール 8% は入ってるんですけど、個人的には全然気にならないです。むしろこう着ていたいって思うぐらい柔らかい質感だなというふうに感じています。ただこれも個人差があるので、気になる方だったりとかお肌ちょっと敏感な方は必ず試着してから着てみるか、もしくは中にインナーを着る前提で購入するのがいいかなと思います。で、近くで見るとこんな感じです。ハイゲージすぎずローゲージすぎずで、多少伸びてもモケモケしてるのでそんな肌が透ける感じはないです。で、袖はリブ編みになってます。これ単体だと結構カジュアルな商品なんですけど、この下に履くものによっては例えばこうタイトめなロングスカート、さっきみたいなマーメイドスカート履いたりとか、サテンのスカート履いたりとか、あとはミニスカートとかショートパンツも結構流行ってますよね。なのでそれとロングブーツを合わせると割と女性らしさも出せる商品なんじゃないかなと思います。はい、ラストはこちらのアウターでーす。アウターっていうのかな、フリースっていうのかな、ちょっと何認知するかわからないんですけど、遠目から見るとこんな感じです。はい、こちらの商品はフリースフルジップパーカー長袖です。パーカーになるのかな。お色味はナチュラルです。これも男女兼用の商品になってます。さっきのニットと同じですね。で、サイズはこちらも L サイズを購入しました。なんせ中にいっぱい着込みたいから、で、袖もしっかり隠して暖かくしたいからちょっと大きめを買いました。で、すごい可愛くないですか。一応フリースになるんですね、アウターではないのかな。で、これの何が可愛いって異素材ミックスになっていて、まずこの胴体のモケモケ、伝わるかな、このモケモケしてる感じ、ここのフードだと分かりやすいかな、こうモケモケっとしてる感じの素材と、ここのジッパーとここのポケット、はい、ポケットになってるんですけどに使われてるベージュのちょっとカシャカシャっとしたウィンドブレーカーっぽい、じゃあなんかこうスポーティーな感じの素材と、あとこの袖とこのサイドのに使われてるフリース素材の3つの素材で作られてます。なのでナチュラルな色味なんだけど異素材ミックスされてるので、なんていうかこの立体感があるっていうのかな、わかります。これがすごい可愛くておしゃれだなと思って買っちゃいました。で、特にこの首周り、このフードの内側までしっかりモケモケなんですよ。ここがもう首に当たる時にしっかりポカポカなのであったかいなと思って、で、このジップを上まで上げるとしっかりこのハイネックになって首周りが、ここの幅は余裕があるので苦しくはないんですけど、この高さがしっかり自立して立ってくれてるので、しっかりねこの首周りがマフラー巻いたみたいな感じで、このモケモケが首に当たってあったかいんですよ。すごいね、気持ちがいいです。で、ちなみにフードもしっかりここまで大きさがあってサイズがあるので短すぎず、で、私ウィッグをかぶってるので多分ちょっと普通の方よりも頭にボリュームが出てるんですけど、それでもここまでしっかり深くかぶれます。で、ジップ上げるとこんな感じなので、雪が降ったりしてもちょっとこのフードかぶればさっと外にお出かけしたりとか、お買い物したりとか、お散歩したりとかしやすいかなと思って、この安心感が素敵だなと思って購入しました。で、丈感なんですけど、まあ、メンズの L サイズなので腕を下に下ろすとしっかり手の先まで隠れるぐらいですね。で、この着丈もお尻はもちろん隠れます。これも太ももの上ぐらいまで、上の方までは隠れます。で、太ももも半分ぐらい隠れるんじゃないかな、後ろは。で、このポケットの中も半面フリースで半面モケモケなんです。なのでこのポケットの中もあったかい。で、ポケットもここ伝わります、ここ全部ポケットなんですよ。もう何でも入るみたいな、もう財布も入るし携帯も入るし手袋も入るしみたいな、何でも入れちゃうみたいな、もう広々としたポケットで、ここにもポケットがあるし、で、フリースなのであったかいしということで、とっても機能性に優れた商品だなと思って購入しました。これもね、さっきの購入品のスカートと同じで、アウトドアだったりとかお外で活動するときに使えるなと思って購入しました。
はい、ということで今回はユニクロの購入品を紹介しました。いかがだったでしょうか？皆さん気になる商品はありましたか？ちょっとねカラーバリエーションとかをお伝えできなかったんですけど、それぞれ色違いがある商品もあります。ちなみにあのキルティングのスカートは私白を選んだんですが、多分人気はね黒だと思います。黒とあとカーキもありました。あのね本当はアウトドアで使おうと思ってたので、まあ黒かカーキが汚れが気にならなくてこう使えるかなと思ったんですけど、着てみた時にホワイトが可愛くて可愛くてついね白を購入しちゃいました。でもちょっと黒とカーキも気になるなーなんて思ってます。来季はもしかしたら色違いを買っちゃうかもしれません。はい、ということで今回の動画は以上です。皆さんの気になる商品がありましたらぜひぜひコメント欄で教えてください。またこの商品おすすめだよっていうのもあったらそれもぜひ聞かせてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。